皆さんどうもこんにちは、ダイタロです。カビどこだ、ここってことでねはい、それではね、今日も進めていきましょうか。今日もワールド3の続きからやっていきたいと思います。ワンダリアのね、ワンダリア跡地、ボスの手前のステージかな、今で。なんでもう今日でかなり進むと思います。さあ今日はここですね、ワンダリアパレードの夢。パレードだよ、みんな見て、なんか走ってる、キラキラして。俺パレード見るの結構好きなんだよな。ねえ、行きましょうか。さあ今回ワルドルディ5匹、じゃあ5人だ5人、ゴアドルディいるで。ゴアドルディめっちゃおるやん。さあパレードのどこにいるのかな。さあ夜だ、時間は夜。わら、 6時、6時50分今。なんかいい時間だね、結構。はい、明るい、明るくしよう。よく避けたな今よく今隙間抜けたな。さあ草焼いちゃおう、火つけていこうか。俺もパーリーしていこう、パーリー。待って、ここ上とかないよな、もう行っていい、大丈夫ここ。はい、やってきました。もう帰れなくなっちゃった。パソコンあるけど、なにこれ、スイッチ押すね。ポチッとスイッチ押すと電気ついた。おお、パレードが始まるよー、みんな。うおー、すげー。一緒に歩く、パレードする。俺もパレードする。うん、あ、何よ、おっくん、急にやめてよ、そういうことすんの。ほら、ガルルフィーも襲わずにね、歩いてるけど、俺は襲っちゃおうと。え、綺麗な列車が走ってるぜ。なんだこれ、ちょっと待って、反対側にスイッチあるから押そうぜ、これ。危ない。はい、ポッティ。これ押すと、ああ、お金と、なんかいいやつ。痛い。ここ何、ここ。危ない、痛い、めっちゃ引かれるけど。コピー能力回収しとこう、ちゃんと。よし。うわ、すげえ。でっけえ汽車が走ってくね。とりあえずガシャポンゲットパレードで走るのが車なんだ。ドーン、ブーン、ブーンって。速くない速度、ほら、見て、ソードも、ほらほら、焼いちゃおうと。どうしたの、ひよこちゃん。ひよこちゃん、あ、ついてくるの。え、ひよこちゃん、一緒に行こうか。パレードしよう、カービィと。カービィパレードの時間や。カービィパレード。うわ、よし、その2行。どんどん増えるよ、カービィパレード。カービィもパレードしちゃおうと。そう、至るところにいるのかな、ひよこちゃん。スリープもある。ひよこちゃん。よし、息を焼いちゃおう。ひよこちゃん、めっちゃおるで、これ。ひよこちゃん来たよ。スリープだ。スリープなろうぜ、みんな。はい、おやすみなさい。あ、引かれた、大丈夫。おはようございます。あ、引かれた、大丈夫。で、スリープのね、いいところはね、体力回復するとこなんですけど、皆さん。危ない、危ない、みんなおいで、おいで。大丈夫だよ、大丈夫だよ、俺がいるよ。よし、一緒に行こうね、一緒に行こう。大丈夫だよ。待ってね、さあ、手前かは。あー、いた、また。キッズがいた、キッズが。よし。さあ、これで、5ひよこ、連れてきたよ。5ひよこを持って、ママのもとへ。ママー、来たよ、ママ。どうこれで。お、来た、ひなを届けるよーって、夜道で迷子のひなをママのもとへ。で、ごひな、ちゃんと集めてきました。オッケーでーす。さあ、先行こうか、どんどん。いやー、危ねえ。危ないよ、ここ。難しいね。ちょっとお金が欲しい。あー、もうちょっと待って、許して。いてー、マジ。いてよ、ここ。お金めっちゃ置いていってくれる、ありがとう。ここで休憩すんだね、詰まるところ。ふう、休んでからどんどん行こう。うさぎちゃん、何してんの。ここ入ってもいいけど、ちょっと待って、先にこっち側だな。あ、ワドちゃん発見。ワド、あ、よかった、1人目のワドリー、ちゃんと救出できました。すごいね、ここお金かかってるね、ここのパレード。どんだけブンブン走ってんね、これ。さあ、なんだここは。え、泥、これ下のやつ。へい。あ、トルネード、あ、トルネード乗りたいど。来たぞ、トルネード。トルネード好き。トルネード、トルネード、ヤバネード。よし、オッケー。いや、トルネードで行くっしょ、ここ。でもない、ここ。あ、やっぱトルネードで行くステージだ、ここ。はい、トルネード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 。よいしょ。さあ、スイッチをポチッと押して、お金とソフトクリーム。これ手前なんかあるやろ、絶対。こういうゲームの手前っかは何もないんです。何もないですね、すいません。よし、じゃあ次行こうか。どうして、おーおーおー、ブルンブルン、スカフィー撃破して、どっちだ次。
こっちがまずブルン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 、あ、中にドアがあるじゃん。ここ入ってみようか。今回のステージ俺多分ねやり直しになるだろうな。ちょっとねうまくできてる自信がない。あ、これはえ、これ三角吸い込みでしょ。まずちょっと待って、まずこっち、まずこっち、まずこっちな。レースゲームよりも先にやることがあるんだよ。ドーン、なんだこれ、スイッチ、あれ押しちゃおう。ん、スイッチ押すと、あ、ショートカット開通。ズルだ、ズルですよこれ。やった、ズルしちゃおう。はい、ゴール2秒。ズルじゃん、ワドちゃん、ズルじゃん、ワドちゃん。よし、いいね。リトライできるって、でもやんない、やんない、リトライは嬉しい。はい、サガチャポンとワドちゃん、イエイ。チェックポイント、ワドちゃん2人目ゲットです。ワドちゃんだけでもさすがに今回ね、やっぱ全集めしていきたいとこだよね、ワドちゃん。でもちょっとね、一回気になるので車に戻ろうと思います。ちょっとね、順路の道もうちょっと歩いてみようか。ここもふーん、ドライ、なんか景品がすげーある。ここ見て、帽子とかさ、ねえ、ぬいぐるみとかロケットのやっぱフィギュアとかそういうの売ってたりするんだね、ここって。で、これなんだこれ、ほらタイヤか、これは。ああ、そんだけが何もなかったね。よし、じゃあ行こうか。もうさあ、ではでは外に戻りましょうか。2秒、誇らしいね。でもズルだよなあれ。どう考えても普通にやってる人から怒られるじゃん、あんなの。ほらほらほら、トルネード、トルネード楽しい。さて、トルネード、ワドちゃん来たよー、来たぜ。さあ、3人目のワドちゃん救出完了。あっと振ったり。さあ、あそこ潜ってるドリルだ、久々に見たな。ドリル手前側を見てみましょう。手前側は何もない、手前側は何もない。これはしごとか上乗れない、実はここ。あ、落ちたうーん。さあ、泥はね、水道管があればね消せるんだけど、あっ、おっと、え、エフィリーなんだけど、ほらほらほら、看板外した。エフィリンの手配書を剥がす。エフィリンも捕まってたんだ、面白いね君。さて、もぐもぐ、もぐもぐむずいよねこれ。こうやって輪っかを描くとドカーンって爆発するんだよね、このコピー能力って。ちょっと使いどころ難しいよね。俺も苦手なんだよね、ドリルは。うわ、でも、あ、これ避けていくタイプか、ドリルで。ねえ、面白いぞこれ。ちょっと後ろ見よ、後ろ。みんなね、ゲームやるときはね、まずね後ろに戻るんだよね、こういう 3D ゲームって。で、後ろになんかないかなって確認してから行きましょう。よし、地面から出てくる攻撃かっこいい。よっしゃ、とりあえずゴミはゴミ箱へ。さあ、どんどん行こう。危ない、おお、怖い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 、普通に怖い。ここ潜って避けて、避けて、おお、危ねえ。オッケー、潜って避けて大成功。ほい、いいね、楽しい。ここさあ、あ、水道管ある、見て左のとこ。やった、俺水風船カービィ好きなのよ。水風船カービィ、え、なになに、これ倒すなあかんの敵。いや違う、これは円を描けばいいのかな。あ、違う、倒せばいいのかい。水風船だおー、ブーフショワー、ぶっ壊せー、全部ぶっ壊してやるぞ。おら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 、水風船だぞー。いっぱい水出しちゃおう。俺ボーリングのごとくいっぱいぶっ倒せ、楽しい。カビがやばい、なくなっちゃう、水風船終わっちゃう。さあ、とりあえずガチャポンゲットです。めっちゃ危ない、邪魔。ここも、おー、水かけちゃえ。あ、また頬張れる、追加で、追加追い水来ました、追い水。ここでいきます、ここの、おらぶっ壊せ。あ、ワドちゃん見えた、おら、こい、お前はオラ出てきた、出たー。さあ、ワドちゃん助ける。ちょ待って、ここの奥の壁もひび入ってない、ここの奥も。もう一回やろう、もう一回これ、オラ、ちょ待ってよ、ほらオラやー。いや難しいタイミングねえ、イエーイ。わあ、やっぱ壊れた、なんか中にあんじゃんこれ、見て見て見て、ほら、設計図トルネード、スワロトルネードの設計図を手に入れた。
これは暑いね。もうないかな、多分ひび入ってないから。よし、じゃあ行こうか、どんどん。うー、カービィぽよぽよしよう。ぽよぽよカービィ楽しいね、ぽよぴぽよぴいや、ぽよぴ。こっちもうダメないの、あぶねえ。よし、じゃあ吐き出していこうか、先へ。なんかガレ…え、シャッターあるけど、これだ、開けてシャッター。絶対なんか追っかけてくるでしょ、でっかいやつが。ほら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 、うわー、なんかいっぱい来た。パレードの時間だ。避けろカービィ。でもドリルがあるから別に問題ないぜ。スイッチポッチ、おいしい。なんだこれは。さ、スイッチを押したことでコインが出てきた。出たね、えコインおいしい。はい、ちょっと待って。あ、ワトちゃん発見。やった。さあ、これで5人のアドルティ全て救出完了。よかった。ちょっとプラス押してみようか、ここで。はい。1個だけ。まだ見つかってないね。1個だけ。なんだろうね、ラスト1個。おい。うわ、ゼリー。ちょ、待って、待って。ここは氷で行くか。ラストは。アイス。アイスはまだあれなんだね。パワーアップしてないんだね、これ。おっと。あ、終わりだ、ゴール。終わりだ、ゴール。待って。なんだなんだ、ラスト。わかんねえ。わかんねえ。とりあえず、タンポポを全部飛ばすっていう可能性かけよう、みんな。タンポポ。タンポポ全部飛ばした。なんもないです。ゴールします。くそー。はーい。というわけで、攻略完了。イェーイ。光の当たり方、とってもなんか、いや、ファンシー。さあ、ラスト1個なんだったの、これ。ドローを踏まずにクリア。うわ、1回踏んだな、確かに。なんてこった。さあ、デカブー、カブーの大きいやつですね。そして出たボス、星は2で、ゴーアンジュゴルルムンバ。ショッピングモールを縄張りとするゴルルムンバ、ビースト軍団の幹部でワドルディを捕らえたり食べ物を巻き上げている。ただフルーツだけは我慢できず、ついついその場で食べちゃうこともバレると、いつも軍団のボスに怒られている。軍団のボスまだ出てきてないよね。誰だろうね、本当ボスって。さあ、ロッカー、トロピカルウッズとゴルルムンバ。今のところね、1面のボス、2面のボスはこの2人だよね。ラスト、今回のボス誰だろうね。わーい。さあ、ワトちゃん、10人、バイバイ。なんでや、ワトちゃんほんと個性あるてか、色そんな違うの俺びっくりしてんだけど、ほんとに。さあ、21ワドルディで、バッタ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 。かわいい。サーカス場だ。なんだこいつ。危ないサーカス場。新キャラだね、敵は。さあ、踊りたちの力で道を塞ぐゲートが開かれました。縄張りを守るボスへ挑もう。次回ボス戦です。とりあえず今回またやりましょう、続きを。はい、というわけで、まずここのね、泥を踏まずクリアってやつパッと攻略していきたいと思います。これ普通にやったらクリアできるでしょ。アイスのコピー能力だったらさ、ガードしとけば大丈夫だよ。アイス強い。アイスのコピー能力はね、全コピー能力の中でもやっぱトップクラスのガード性能を誇ってるから、ガードしてるだけでね、強いんだよね。だからもしここのステージでね、ダメージ食らって困ってるよって人がいたら、もうね、もうアイス一択です。だけどトルネードの方が楽です。みんなトルネードだ。さあ、あとはここトルネードでバーバーバーって適当にゴールしていきます。トルネードがあまりにも楽すぎる。やばい、これ壊れてるって、トルネード。マジであまりにも強いけど、これ楽すぎて強すぎる。おお、トルネード、ほらほらほら、だってめっちゃ速いもん、トルネード自体が。ほら、こうやってうーんってね。一瞬でゴールできるで、これ。ほら、めっちゃ速いもん、これ見て。あまりにも速いでしょ、これ。ほら、向こうの車も速いわ。でもおー、でもトルネードもね、でも負けてないよね、ほら。で、さあ、ゴールでーす。よし、というわけで見事攻略完了。めっちゃタイムアタックしてる気分で速攻あたりトルネード。もう簡単に攻略したいならね、ごめんなさい、アイスもいいですけど、トルネード一択ですかね。よーし、というわけでクリアでーす。よかった。トルネードはね、攻撃ボタンを長押しするとね、長ーく飛んでられるので、で、降りたいところで攻撃ボタンを離せばね、その位置に降りれるから、それだけ覚えておくとね、トルネードはもうマスターやで、間違いない。よし、じゃあ武器鍛えようぜ、これ。はい、ということで設計図をゲットしました。トルネード進化できるようになりました。やべえ、楽しみだな。なんだかんだ言って設計図ゲットできてるね、俺。よかった。まあ、泥とかちょっとやっぱわかんねえやつはね、取れてないけどね、まあ、十分でしょう。
はい、というわけで、おお、その設計図があればスワロートルネードが作れそうです。スワローってなんだろう。スワロー、あれ、椅子に座ろうってやつ、わからへん。椅子に座ろうトルネード、ツバメかな、スワローってなんだろう。さあ、お待たせしました。トルネード能力はスワロートルネード A で進化できます。見てみようぜ。さあ、トルネードどこだ。トルネード、トルネード、めっちゃら移動も早い。はい、というわけでこちら攻撃力が、おお、攻撃力が倍になるんだこれ。スワロートルネード見てみようぜ。さあ、お金払ってお願いします。来るぞ、ふんふん。はい、トルネード風を叩いてトンテンカンテンできたー。なに、どうなっちゃうの。わお、トルネードはスワロートルネードに進化した。来たねー。この進化によってワンダリア跡地のスワロートルネードトレジャーが遊べるようになった。行ってみようっていう。いけるようになったの。え、これ何、これ、白鳥ねえ。うわー、でっけー、やばい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 、やばい、めっちゃでかいめっちゃでかいめっちゃでかいこれ。うおートルネードがバカでかくなっちゃったこれ。うわ、これ単純に強化ですね、普通にでかくなってこれはやばいなめちゃくちゃ面白いけどこれ。はい、もっと優雅に、もっと美しく、しなやかに、けどパワーはアップだ。風と羽毛で敵を巻き込み、バレーなダンスで華麗にアタックっていうね、スワロトルネードでした。よーし、ちょっと今からね、トレジャーやってこようか。さて、トレジャーだけど、オープンしたのはこれかな、スワロトルネードトレジャー、やってみたいと思います。星3つだよ、やばい。で、飛んでまわせ風車アイランド、行ってみましょう。風車アイランド、何させられるんだ俺。いや、でも今ゲットしたスワロー、スワロトルネード使えるとマジ熱いなこれ。え、どういうこと。え、とりあえずこっちから行こう。ブン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 ってやって、はい、ブン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 って、敵を飛ばしからのブン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 ってやったらどうなんの。また増え、ブンブン、また増えちゃったよね。はい、ブン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 って言ってこれ面白いなここ。はい、ブーンってやると、まだ増えてる。あ、待って待って待って、これも全部の方向にあったんだ。増えてる、よく見たら。こっち側もあんじゃん。2個だけだと思ったら、うわ、ちょ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 、はい、次こっち、はい、ブー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 。さあ、全部くっつけたらまた増えたんだけどこれうーん、はい、ブーン、すごい量だよこれ。よいしょ、はい。さあ、これで、あと1個、あと1個、うーんと。さあ、全部つけたら真ん中オープン。ねえ、さっき言ったやっぱ長押しと長押しじゃないのをね、組み合わせることでいけるっぽいよ。はい、というわけで通してもらいまーす。スン、オッケー、攻略完了。どうだこれ、時間ちょっと怪しいかな。あ、あ、いけたわ全然1分以内クリアでした。見事トルネード。いや、トルネードいけるわ、楽しいわこれ。トルネードマジ久しぶりのね、参戦だからねこれ、いい能力だわほんと。よーし、というわけでオープン。なんかもう一個ぐらい、なんかどっかに出してやってないのあったよね確か。これ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 、輪っか頬張りトレジャー、これもやっちゃいましょうか一緒に。夫婦風車シューティング、ゴー、行ってみましょう。輪っか面白いよねマジで。おーっていうなんかね、看板があれば、看板かな、おーっていうなんかがあればね、できるやつ。ほらこれ、おーおー、頬張れ、ボーン、ボッホ、お、道ができた、ボッホ敵さんもボッホ、ボーリングのように、へい、はい、こっちも、はい。じゃあこれでオッケー、斜めに風を送っていけば全然いいのかな、とりあえず。どうしてどうして、はい、はい、次、はい、こっちも、モフ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 できない、落ちた、モフ、どうなんだ、落ちたら、よいしょ、ちょ、待って、意外とこれあれだな、むずいな、意外と操作むずいな、これ、ねえ、なんか、溜めてから向き変えるっていうことはできなくて、もう、浮いたい、邪魔すぎる、邪魔すぎる、あいつ、ほい、もう、最初から方角を決めていないと、なんか、うまいこといかないって感じかな、これ、ほい、ジャンプしながら、打っていけっていう今回のやつね。オッケー、いや一回グだったからな今回ねえ、これむずなんだこれ、はいはい、
あと1個。はい。OK! さあ、これどうだ？終わりか？いや、どうや、ちょっとね、多分ダメだわ。1分でしょ、多分。7秒以上オーバーしたと思う、これ。1分7秒。ほらね。いや、ちょっとね、2個目、デカブーのところが、俺、下手くそだったわ。もう一回やり直そう。あと、右だけ！よし、OK！ 今回は全然いきたね。よかった、よかった。ほい、ルシー牛くんたちを、バッファローたちをやっつけて、OK！ 50秒ぐらいでクリア。でも2回目は簡単だよ。1回目だけなんだよ、やっぱこの手の難しいやつって。よーし。さあ、とりあえず今のところね、出てるトレジャーは全部ね、目標タイム以内でクリアできてまーす。よくやってる。さあ、まだ多分ね、隠しがあると思うんだけど、まあ、次回ボス戦倒した後の、ね、探しましょうか、ちゃんと。よし、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。で、ついに次回ワールドさんのボスです。多分見たことない敵だと思うんですけど、どんなやつが敵なのか楽しみだね。はい、それでは終わりましょうか。ね、チャンネル登録してない方、ぜひともチャンネル登録、あと高評価とかよろしく。なんか乗っちゃったよ。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ、バイバイ。次回でワンダリーアート地攻略。